武器化は、陸上自衛隊の職種の一つ。ガキ、車両の整備及び不発弾処理に関することを行う。職種標識の色は緑。各方面隊に一つずつ置かれている方面、後方支援隊と補給どころに、武器化隊員の大半が在籍している。方面後方支援隊の編成前は、方面直轄の方面武器隊、師団の後方支援連隊霊下に、 武器大隊が置かれていたが、広報支援体制の変革に伴い方面、広報支援隊、市、旅団の広報支援連隊、広報支援隊にあっては、整備大隊、整備中隊に改変されており、平成21年度末をもって、すべての市団、旅団の広報支援体制の変換が終了した。このため、陸上自衛隊の武器化部隊等において、武器という名称を有するのは、 職種学校たる陸上自衛隊武器学校及び教育支援部隊の武器共同隊のみとなっている。なお、広報支援体制の機能別改変により新たに創設された直接支援大隊や全般支援大隊補給隊は諸職種連合部隊となるため待機及び部隊小職は武器化職種の緑色から諸職種根性の藍色に変更されている。 このため、今日では、緑色の大気を持つ部隊は、ごくわずかとなっている。また、方面後方支援隊霊下の全般支援大隊には、整備中隊、補給中隊が編成されるが、原則武器加職主隊員にて構成され、主として、管轄地域の中屯地に中屯する、方面直轄部隊への補給整備業務を担当する。 富士学校支援部隊富士教育直接支援大隊東部方面広報支援隊2002年3月27日、第308武器や整備中隊を、第105全般支援団隊及び富士、教育直接支援大隊に改編。弾薬大隊の一覧弾薬中隊の、一覧弾薬大隊の配置北部方面隊、北部方面広報支援隊東北方面隊、 東北方面広報支援隊東部方面隊、東部方面広報支援隊中部方面隊、中部方面広報支援隊西部方面隊、西部方面広報支援隊弾薬大隊の編成不発弾処理部隊の遠隔陸上自衛隊各、師団には兵隊担当として広報支援連隊があり、整備支援を担当する武器化、施設化、通信化等の諸職主根性の士団、 広報支援連帯霊下の広報支援部隊の第一整備大隊及び第二整備大隊が置かれている。第一整備大隊は、主に各種装備品等の整備及び回収支援を実施するとともに第二整備大隊の増援を行う。第二整備大隊は、主に各普通科連隊、特化連隊、戦車大隊、降車特化大隊、 偵察隊に対する各種装備品等の整備及び、回収支援を実施する。同様に、閣僚団には、後方支援連隊ではなく、後方支援隊が置かれている。うち、第一整備中隊、第二整備中隊は、第一整備大隊、第二整備大隊は同等の任務である。また、即応機動直接支援中隊は、即応機動連隊に対する各種装備品等の整備、 および回収支援を実施する。直接支援部隊等の広報支援部隊については、陸上自衛隊の広報支援部隊も参照。武器代替射撃統制装置修理隊武器や整備隊、送輪車や整備隊、装機車や整備,備,備隊、火砲や整備隊、武器直接支援隊、通信や整備隊方面武器隊は、方面広報支援隊への改変に伴い、廃止されている。 武器や整備中隊武器隊、ありがとうございます。